サブチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。あれ、今日はトップバリューじゃないの？そうなのだ。今日は JR 岐阜駅の近くにあるアニメイトに行ってきたのだ。岐阜県唯一のアニメイトね。7月は岐阜県出身の平坂由美先生、白鳥史郎先生の本が発売されたから買いに行ってきたんだよ。変人のサラダボールと竜王のお仕事ね。白鳥先生は FC 岐阜を応援してくれていて、ツイッターアイコンが岐阜ユニになってるのだ。無事に買えたわね。変人のサラダボールのアニメイト特典、ショートストーリーペーパーも無事もらえたのだ。今日はこれで終わり？これからこの近くにあると言われている声優に行こうと思うのだ。声優の皆様のお墨付きってプライベートブランドを試してほしいって言われてたんだけど、お店が遠くて行けなかったんだよね。ここが声優岐阜歌謡店なのだ。金曜日に行っても歌謡店で。僕は嫌いじゃないよ。それで何を買ってきたの？ペプシコーラなのだ。いやいや、そうじゃないでしょ。この日の最高気温は33度。さすがに辛かったのだ。皆様のお墨付きの動画は7月26日更新予定。ちょっとだけ待っててほしいのだ。動画はもう作ってあるのね。でもサブチャンネルまで見てくれてる視聴者兄貴や姉貴に申し訳ないから、簡単だけど1個紹介するね。これはポテトチップスかしら？ペペロンチーノ味だって。変わってるでしょう。期間限定商品ってあったけど初めて見たわね。内容量は 60g、 値段は98円なのだ。値段は普通ね。作ってるのはカルビーだよ。特売やセブンプレミアムもそうだったわよね。あとは小池屋って感じだね。皆様のお墨付きは100人以上の商品テストで8割以上の高評価を取ったものだけが商品化されるんだって。そのあたりはメインチャンネルで詳しく解説するね。1袋 60g で 338kcal。さすがポテトチップス、高カロリーだわ。トップバのポテトチップスコンソメ味は 60g で 336kcal だよ。中身はちゃんと 60g 以上入ってるかしら？ハルパでもらった食器にちょうど入りそうだね。ハルパ？山崎春のパン祭りだね。 62g、 ちゃんと入ってたわね。今日の飲み物は皆様のお墨付き優しいサワー、生意気すりおろしリンゴだよ。まさかの2個目の登場。開けた瞬間、リンゴの香りが広がるのだ。でもこれは香料が入ってるからだね。メインチャンネルでも缶チューハイを紹介するんだけど、そっちは香料、甘味料無添加だよ。同じチューハイでも違いがあるのね。リンゴチューハイはかなり美味しかったよ。アルコールは少なめの 3%。 お酒ってよりリンゴサイダーって感じだったね。ポテトチップスはどうだった？食べた瞬間はポテトチップスで、噛むとニンニクの味が口に広がるのだ。塩気はそんなに感じなかったね。まくまとまったガーリック味になってたよ。どこかで食べたことあるような味だなって思ってたんだけど、オーザックに近いね。食べてるとどんどんニンニクの味や香りが溜まっていくのを感じたよ。ビールに合いそうね。評価はリンゴチューハイ、ポテトチップスともに星5だね。あっさり最高評価を持っていったわね。味だけでなくリンゴチューハイ89円、ポテトチップス98円とお手頃価格なのも良かったのだ。いつもと同じくらいの動画時間になっちゃったね。ここまで見てくれてありがとうなのだ。ありがとうございます。それでは皆さん、ごきげんよう。